来場ありがとうございます。続いて出てまいりましたのは幸楽の弟子6番目三遊亭トムと申します。よろしくお願いいたします。ね、なんか噂にあのダイナマイトがあるダイナマイトがあるって言ってね噂になってたんですけど、本当にダイナマイトだらけなんですね。素晴らしいですよ本当に ね、この世界観を腐食するぐらいの落語をお送りしなきゃいけないんですよ ね、頑張らなきゃいけないですね。ダイナマイトをどうにかしないと、いやダイナマイトだけにどうかせんといけませんね。どうですか、今日入って2時間かけて考えたこのギャグ、どうですか。登場して2分、もう心が折れそうです。ありがとうございます。頑張っていいかな、ね、あんまりうるさい、バツバッテン、ごめん、あ、違う違う、ごめんなさい、あんまり見えないんですけど、もしよかったら教えてください。今のは丸バツ、あ、丸だった、ごめんなさい、もう精神的にバツが見えちゃいましてね、おかしいですね。まあでもありがたいですよ、こうやってね、まあね、まだまだね、やっぱ大変な時でございますから、こうやって来てくれるのは嬉しいです。そして僕も大変でした、本当に何にも仕事ないんだもん、この2ヶ月かね、ウーバーイーツもやりましたね、あれママチャリでやっちゃダメなんですね。3回目で肉離れ起こしましてね、株にも手を出しました、うん、富士フイルムを高い段階で捕まされてね、儲かるって言ったのに損しました。だからもっとちゃんと何か稼がなきゃと思ってですね、私実家の花壇を潰しまして、そうだちゃんとやらなきゃってことで、あの自販機ビジネス始めましてね、今すごい、あれ月1万円で借りれるんですよ。それで自分で仕入れて自分で入れ替えてるんです。すごいですよ、楽しいですよ。もうね、サンガリアのお茶100円、イエモン110円で置いてるんですよね。でイエモンの方が売れるかなと思ったらね、サンガリアの方が売れたりとかね、あとあのドクターペッパーと冷やし甘酒は侮れないんですよね。すごい量が売れるの、全然自分が思ってたのと全く違うもんが売れるんですよね。だって僕が肝入れたら、まあ自分でね、肝入れとか自分で好きなもん入れられますから、ナタデココ、この1週間で1本ですよ。しかもその1本買ったの僕なんですよね。だから難しいなと思ってね、いろんなことして、そういう中でやっとこうやって講座でね、落語をやれることがどれだけありがたいかね。ほとんどの会がどん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 中止になりまして、先ほどもほおずきさんがね、小学校の話なんかされてましたけど、僕もねやっぱりあの毎年行ってる小学校なんかあったんですけど、やっぱりもう今年は中止です。またその小学校が素晴らしい小学校でね、まああんまりねどことは言えないんですけど、品のない小学校でね、すごいんですよ。もうね、今年亡くなってちょっとではなんか残念なぐらい印象的な小学校で、結構小学校なんか多いんですけどね、もうすごかったです。誰も聞いてない、誰も聞いてない。1年生から3年生までね、なんか4年生からは違うんですけど、1年生から3年生までみんなうわーって言って、それとかはもう先生もちょっと変わってらっしゃいましてね、もう注意の仕方が素晴らしい。静かにしなさい、笑っちゃダメ、笑ってほしいんですよね、はい、去年の話ですよ、ね、それでもうね、でもね毎年行くんですよ。で必ずね感想文とかをいただいてね、全校生徒分、あ、まあ3年生までですけどね、素晴らしいですよ本当。一枚一枚読んでいくとね、小学校1年生の男の子、トムよかった絶対聞いてないやつなんですよこいつはね。でもたまにね真剣に聞いてくださる方もいるんですくださる方っていうのもあれですけどね、小学校3年生の男の子ね、毎年行ってるからですかね、素晴らしいですよ、可愛いですね。小学校3年生の男の子、僕の落語に対する感想、昨年に比べ感情が入ってきている完全に舐めてらっしゃるんですよね、素晴らしいですよ本当。勘違いが多いですよやっぱりね、先ほどの自動販売機もそうですし、小学校と思ったら意外と大人びてたり、勘違いってのは多いんですが、落語の方にもそういう、勘違いする人物が出てまいりますと、話の幕開きでございまして、ここにおりますおばあさんが孫にジャスティン・ビーバーの輸入版のベストアルバムの CD をせがまれたところから話の幕開きで、どうしたんですか。ひろしちゃんもうねえ。